はいひとつきまんさしみですこれはもう自民党にとどめを刺したと言えるぐらいですねとてつもないスクープが、えー、新聞赤旗から出てきてでそれを日経や毎日が追いかけているというこの異常事態が、うん、起きております。えー、っていうのはまあものすごく簡単に言うとですね裏金議員に対してもね非公認にした裏金議員に対しても公認と同じお金を2000万円払ってました。 裏金というのは裏金議員非公認というのは実は嘘でした <laughs> というウルトラ超ド級スクープがですね えー、入ってててままいいりまして、えー、その問題についてですね本日、えー、東京大学名誉教授の安富さんと、えー、私がですねやはり新聞赤旗ということなので赤色の服を着てですねちょっと赤旗に敬意を表しながら <laughs>、えー、ちょっとこれがどれだけやばいことなのかというところを、えー、解説していきたいというふうに思っております、えー、安富さんよろししくお願いいたします。 はいどうも、えー、まず、ですねこれ撮影しているのが10月23日なんですけど10月23日、裏金非公認2000万円と、えー、公認と同額自民党本部がこうばらまいていたということなんですけどこれね、あのー、選挙を取りまとめる自民党の幹事長の森山さんの名前で、えー、支部 政党交付金支給通知書10月9日こういう文書があるんですでちなみにあの森山幹事長ですねこれについて「本当なんですか?」っていうふうに、えー、毎日新聞にです、ね、直撃インタビューを受けております、はい、でそれに対してですねものすごいうろたえながらですねこう回,回答してんなということがよくわかりますね <laughs> えこれなんで2000万円裏金非行認まで配ってるんですかに対して政,政党支部に対して党の組織としてしっかり統制拡大のための活動をしていただきたいという趣して統制拡大のための活動費とし,して支給したものです候補者に支給したものではありません県連に活動していただいていると同様に組織としてしっかり統制拡大のために活動していただきたいという, <laughs> もうどんだけ統制拡大言うとんねんってうでこういう言い訳をしているんですけど。 実際この赤旗のニュースを見るとですね、うん、まず森山幹事長が10月9日に2000万円出したと、でここには、衆議院総選挙の公認料および活動費として、支部政党交付金を支給しますって書いてあるんですよ。うん、あれじゃあ、統制拡大じゃなくて、衆議院総選挙の公認料および活動費としてっていうふうに。 うんうん、だから森山さん嘘ついてますね。と、まあ、いうかあの、なんか意外と森山さんはお茶目な人なんだなというふうに思って <laughs>、あのーあ、報道は承知している、きちんと吟味したいで、逃げることすらしないんだ、この人っていう、ちょっとあのー、ーー持ってしまう、ねあのー、っかりさんだなという感じがね、<laughs> えするんですけどで、さらにこの記事によると、赤旗の記事によるとね、えー、これね、支給額についてですね、 支給額がですねあーのー2,000万円内訳は公認料が500万円活動費が1500万円となっていると書いてあるんですよ衆議院総選挙の公認料および活動費としてね支給額は2,000万円で内訳は500万円が公認料活動費が1500万円いやもう非公認なのになんで公認料払ってんねんっていう意味わからんでしょう で、これのお金の流れがどういうふうになっているのかというと例えば新聞赤旗がですね、えー、この10月の19日の段階で自民組織的犯罪反省なし非公認候補8人党支部代表のままというのがありました。でこれねあの見てみるとこの、えー、総務省が、ね、出しているこちらの。 あの八王子裏、えー、金議員大王のですね萩生田光一さんの、えー、自民党の、えー、支部、えー、東京第二十四区選挙支部の代表は萩生田光一さんの名前になっています。ちょっと拡大しましょうか。こういうふうにね、なってるじゃないですか。で萩生田光一って入ってるじゃないですか。でこの萩生田光一裏金非公認統一協会カルト野郎が代表になっている八王子の支部に。 500万円と1500万円が入ってるわけですよ。うん、で、じゃあ、この党支部の代表が好きにお金使っていいんですよ、皆さん。いやもう、おかしいやろ、どう考えても。<laughs> どう考えてもおかしいでしょ。うん、この党支部代表が、萩生田さんとかじゃなくて、他の人に変わってました。うん、それでもダメだと思うよ。だけど、うん、萩生田光一は、 裏金が非公認で大変ですとかっていうふうに言っときながら公認料500万円と選挙活動用の1500万円合計して2000枚もらってるんですうんでこれが自民党の支部で非公認のところ全部に入ってますよっていうことですでしかも森山幹事長の名前で出しているというい はもうだめなんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、この新聞赤旗裏金作りで自民党非公認となりながら党支部長のままの候補者が8人います本誌は8人が代表の政党支部に取材ある支部の会計責任者は他の支部のことはわからないが党本部から党勢拡大のための活動費ということで2000万円が振り込まれたっていうふうにもう言ってるし、うん、なので、まあ、あの裏金で非公認になった議員さんって他にもいますよね。 下村博文さんとかああいうところにもこういう形で入ってるんですよ結局多分入ってないのは離党した世耕ぐらいです入ってないの <laughs> <laughs> でこれもうで自民党本部は本誌の取材を拒否したただねこれねすごく面白いなと思うのがもう即日毎日新聞がこうやって追いかけてるんですよ自民非公認議員でさらに日経新聞まで追いかけてるんですようん、うん で、相変わらず朝日新聞は追いかけてない。<laughs> またパクルキやな。またパクる気やなって。<laughs> <laughs> あたかも自分が来てる。大体赤旗のスクープを朝日新聞が持ってくっていうのは、まあももまた、もう,もういいターンになっいつもパターンですから、またやる気や。朝日新聞は、明日の朝刊に自分の手柄だって言うための独自ネタを今駆な、かけずり回ってる最中。かけずり回ってるって、ばね。かけずって最中だと思います。パク新聞やもう。でで あのそういう状況の中で,です、ね、で、えー、もうこれは自民党にとどめを刺す一撃ではないかなと、うん、っていうのも、ですねこの文春の、えー、予測ね、ねさっきまで紹介してたのは赤旗なんですけども、週刊文春の予測がですね毎週厳しくなっていって、もう自民党と公明党を合わせても、<laughs> もう233議席、も絶対いかないっていう、うん、自民党に至った51議席減という、ですねとてつもない予測が出ておりまして。 あもうこれはもうあかんなっていう感じになってきてて、うん、でここの予測は当然この赤旗のスクープ前なんですよ、うんうん、なのでここここからさらにトンって今こうちょっとおおととととおっとととっとっととととっ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 とことっ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 と,っと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 、うん、っと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 とっ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  待ってたぶんかなった先週の水曜日にしたんじゃさあ確かに忘れられるかもしれないじゃないですかあ今の投票活動があるこのタイミングでもう今期日前投票でもアウすぎると期日前投票に間に合わないから次、うん、のタイミングをねば狙って出してきたんじゃないですか、うん、でねほかにも TBS がね14時に報じてるんですようん、うん、もしかしたらちょこっとお昼のニュースで取り上げられたかもしれない、うん、今日なんでいやー だっ日経新聞がさ、新聞は赤タワーって一行目に書いてるとかってあんま見たことないよ。いや見たことないっていうか、しゅ、強学なことだって見出しに自民党が、<laughs> 共産党、<laughs> 自民党が非公認候補に政党助成金、共産党機関紙とか報道とかで、あんま見たことないけどね。一行目に共産党の機関紙、新聞赤タワーって書いてあるだけで、ね、頭だからこれは<頭>やっぱり各大手マスコミも。 もう重大事件だ <laughs> これはやばいこれは重大事件だって扱いですおお<ー><そ>だってししできたら無視したいんだもんね、うん、できたら無視でカーハタに触れるのは無視で済ませたいのに、うん、これだけやってるとこれはもうこれはやばいっていう認識ですよねいやーすごいねすごいね まあだからやっぱ本当、それはだってさ、でも気持ちはわかりますよ、森山さんの。うん、だって、ここにするだけでも申し訳ない。もうごめんなって。ごめん。非公申し訳ないなっていう気持ちなんですから、その上2000万払って、いや、そんなことできへんわ、人間として。えー、っていうふうにあの言われても何も納得できないと思うんだけ <laughs> だったら、あのー、山口組の鉄砲玉やと、お前は。鉄砲玉で行ってこいと。でも <laughs> ちょっとだいぶ長い間、お勤め懲役くらっちゃうけどもその最中にも、ね、ちゃんとお前の嫁さんと子供は生活費山口組が見たるでそして戻ってきたらちゃんとした席用意したるからすまんけど親分のためにバン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 みたいな、うん、そういう風にお願いをしているのに対していや、すまんけど一方通行だよと鉄砲玉バンバンやってきてほしいけど戻ってきても席ないやわ でせめて子供と奥さんの生活費も振り込みませんって言われるるん打たれるしろお前、打っとるわ森山はだめとんのかみたいな感じで、ね、判断されちゃうからだからそうそう政党支部のあのこの選挙用の支部ね、うん、これ東京24区の萩生田光一さんね、うん、え代表のところに2000万円が振り込まれてるわけですよ。うん いやで、まあ、このだからこの記事も赤旗の記事も不正確といえば不正確で「というと裏金作りという組織的犯罪に無反省な自民党の姿が浮き彫りになってます」じゃねえよどういうことどういうこともうこいつは組織犯罪組織だよこれ <laughs> <laughs> 組織的そうね山口組に対して <laughs> あのねそうそう あの山口組が組織的犯罪を判定していない。何やないだろう。うも,もともと広域暴力団ですみたいな<笑><笑>そ,うそうそうそう。そもそも自民党が犯罪組織だったということじゃないですか、と,ということそう,、まあ、そういうことですよ。<laughs> これは。で、なんで2000万円払ったかっていうと、鉄砲玉にそのお金も払わへんかったら、森山ふざけんな、どんどん。ふざ <laughs> 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 かんら <laughs> そういうやばいやんそれ。犯罪組織やん、それ。<laughs> 組織的犯罪じゃない、もはや。 組織的犯罪に無反省ではなく、自覚的に犯罪組織。である。<laughs> 自覚的犯罪組織。もう証明してだってさこ、公認料って書いてあんねんもん、それ、紙に。いやー、すごいね。公認料500万円、公認料分って書いてあるやん,、うん。せめて、その500万円外してさ、ここで消して1500万円振り込んだんやったら、うん、これだた組織的犯罪に対して無反省であるって言えますよ。 これ入ってんんねかこれはもう犯罪的組織であるというふうに考えただ,だから常識がそれだって、ね、いう常識が彼らの常識がもうやばいと、うん、やばいだから何で,でかって言ったらさだからそのみんなやってるんだからええやん別にこれぐらいんこれで運が悪くてたまたまそうなったやつに罪をかぶせないとで選挙が戦えないから 非公認にするもう本当に団長の思いでやってるんだからっていうコンテクストであることを明らかにしてますよ、ね、<laughs> 間違いないね。だから、うん、私が例えたあの鉄砲玉理論ですよ。<laughs> 間違いないですよ、だって。<laughs> だってでもと,とにかくその世耕さんにしても萩生田さんにしてもとにかく運が悪かった今回は申し訳ない、うん、ということですね。うん、運が悪かっただけである、うん、とみんなが思っている。 その運の悪いやつをたまたま運が悪かった仲間をね、選挙、うん、をためたと言って非公認にするとか、もうそれ人間としておかしいやろっていう。<laughs> 人間としておかしいじゃなくて、せめて自民党員としておかしいだろう,ってう,そ,うそうそう、だから、そういう感覚だってことですよね。そういうことは、<う>全員あゆ生田さんと何も変わらない人たちであると。 はそれではですねまあ、一応、非公認になっているどうも下村博文です <laughs>、えー、この人は一体どうなるのかというと、えー、情勢調査を見てみると、ですね、えー、これ東京11区、もう負けてます、立憲民主党の阿久津幸彦さんが引き離す、独走です、つまり、<え>下村博文敗北確実でございます。<laughs> え そうもうちょっっと前は違ったよねだからもうどん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 だからさ、文春の調査も毎週毎週厳しくなってるじゃん。だからこれ、うん、だから、あれですよ、ずっと私がずっと言ってるけど、ここのとこ、選挙できてないんだって、自民党は。そうやろうね、これ、うん。だから裏金なしで選挙するっていうのは、えど,どうやるんですかえ表だけのお金で選挙するって、それって選挙にならないじゃん。<laughs> 一応、お金はもらってるけど、でもそれですらやっぱ負けてるっていうことですねだとの裏金、裏金もらってないと選挙はできてないんじゃんとか書いたら、ツ、うん、イッターで書いたら、他にもいっぱいある,るじゃないか、全然お金もらってない、選挙はできてないだとか、だーってこめがつくんですけど、うん、知ってるよ、そんなことぐらい。だから、表のお金、うんで、それから、 えー、政策活動費うん、うん、それからその,こなんかその官房費うん、うん、秘密費秘密費とか、うん、全部それが比較的表のお金これ以外に裏金があって一番大事なのはそれでねじゃあその <laughs>、えー、東京24区、うん、これ日経新聞の情勢調査で見ると萩生田光一は落ちるのかどうか。 うん、立憲民主党の有田芳生さん出てますよね先ほど下村博文は立憲民主党が独走なんでもこれも萩生田終了でございますい、うんうん、きますよはい有田がやや優勢になりましたおも信じられへんけどね <laughs> これ有田さんの選挙ちょっと私ちらちら追いかけてるんですけど、うん、こんな選挙してて勝てんのかみたいな感じの選挙なんですよで萩生田光一負けるかもだから でね、ねやっぱこれね、選挙になってないんだと思います。うん、つまり、えっ、ー、と、その自民党に敗する批判が思ったり強かったとか。えすいません、なんかまた電話がかかってきました、ね。また電話。はい、まあ、あと気になるのは、あの、福井二区ですよね。で、私が大、いパンツ高木。ね、パンツ高木、残念ながらですね。ここも、これ落ちそうだと。で、さらに、えっ、ー、と、高市の旦那も落ちそうだということで、まあ、保守分裂と言って、まあ、保守に失礼だなと思いますけども。まあ、こういう状況になっていて。うん まあ、あの平沢勝英とか通りそうなんですけどもまあこれかなりこのあここでさらにこの厳しい厳しいって言われているのが赤旗のスクープの前、うん、で今日をとどめこれはきついやろきついだって萩生田光一が務めている八王子の選挙区の支部 ね、政治団体自由民主党東京第24国選挙支部代表者萩生田光一のところに公認料500万円と選挙活動費1500万円が振り込まれてるんですよ。うん、にお非公認とか嘘つき嘘つつききってこれが有瀬さんに言われまくりますよ。言われまくるわけだって駅前でも叫び続けたらい,いね「非公認」って言ってますが彼らは自民党の支部長な上にそこに2000万円振り込まれたんです。 <で>こんなことを許されるでしょうか。ただあ,のあいつらは組織的犯罪じゃなくて犯罪組織ですみたいな。た,ただあの立憲民主党が赤旗素晴らしい赤旗によるとっていうふうにう。<laughs> だからちゃんと共産党の訓導でばよかったのにね。<laughs> だからあの明日の朝日,の朝日を長官待ちましょう。あの立憲民主党が言い訳できるで朝日新聞によるとっていうふうに <laughs> <laughs> 出る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 。 いやーまあこういうそのもパだからえー、あえー、とね選挙支部っていうのはその萩生田とかが代表を務めているしで下村博文だったらあの東京11区の支部を務めているわけなんですよだからここに入ってるわけでしょ、うん、あかんやんもんだからそんなもんがあるのがそもそもおかしいねんけどね、うん、支部とかね、うん、何許されんん <laughs> 絶対入ってすべきやと思うよ政党支部 なななんかわけが分かかがららくなってるからな一体どういうふうになってるのか、うんまあ。ちなみにこういう状況の中でですねあの自民党がどん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 になっていく中で、うん、なんかね文春の情勢とかね朝日新聞の情勢調査を見てるとなんか維新まであかんことになってるんですよ。えー、新朝日新聞は公示前から6議席減らす、うん、文春の場合は2議席減らすと。 いうふうに書いててで国民民主とか令和は2倍ぐらいになるとうんうんうん。まあまたお前その名前出すんやろうって思うかもしれないけどやっぱ前原政治と付き合うとダメなんだね <laughs> <laughs> すごいねあ,あ、すごい結果を出そうとこ前原政治マイナスもんま必ずあなたの政党をダメにします前原政治自民とリーほしかったら <laughs> 自民とリートしはもう自民党で入ってほしかった <laughs> <laughs> まあそういう状況がずっと続いていて、まあ、自民党単,うん、うん、単独過半数はもうこれ無理ほぼ確実自民党公明と合わせても過半数割れこれはね結構可能性出てきたよ今回のでとどめになるかなどうなるやろう今回このニューこのハタであこれはかなりきついでしょうねそう,そうやろ だって自民党の、だって一番怒ってるのは大事な、非常に大事なポイントは、その裏金問題で一番怒ってるのは自民党の支持者だということなんですね。自民党の支持者が怒ってるっていう事態を、うん、自民党があの、いや、そんなんしゃあないやんって,って、突っためたらどうなるんですか。<laughs> <laughs> それはだってって言って、自民党の支持者が怒ってるんですよ。うん 今までだから野党がね、うん党、自民党に対する野党からの批判が強いとか、うん、そういうのはずっとありましたよね、いろまあ例えばだから、あのあ盛森かけだとか、うん、ああいう問題については自民党の支持者が激怒していましたでしょうか。来うん、うん、てないよね。うんうん、激怒してたらやっぱ野党の支持者とか、うんうん、あれいは無党派の人が激怒してたんです。うんうん でも人道の支持者は、またらそんなことばっかり言いやがって、みたいな感じで、うん、いやいや、騒ぐなよ森友問題とか,か、家計学園の問題なんかで大事な国会の時間使ってよ、本当に。安倍様を見ろ、信頼万象をつかさどっている方が。それはもうもみ消してるんだから納得しろ。悔しかったら選挙に勝て。みたいな、そういう感じでした。ど、うん <laughs> でもこれに関してはね。 自民党の支持者の方が特に怒っておられるんですよね。まあ、あの自民党支持者の人も貧しくなったんですよ。<ー>あの田中角栄のロッキードとかね、あのあとリクルートコスモス事件の時とかも何億と動いてたけども、その時バブルも崩壊してないし、うん、ね経済が成長してたらもう納得できてたんやけど、うちらしんどいんあいつらだ金もらってんのふざけんなよみたいな、多分んそういうのは。 多分ね、その,じあのほ星野、自民、裏金がどうの実態に関しては、それはかりませんよ、使い方全然明らかにしないんだもん。うん、けれども、その泉田さんね、という新潟の議員の方が、うん、その地元のボスである星野さんという県議の方に、うん、2000万、3000万よこせというふうに、どっちも自民党ね。言われたというのを告発された事件についてですね、うん、星野さんがその使い道ちを説明しておられるんですよね、うん、実費だと。うん、選挙のための実費なんやと。うん でだから、その汚い金ではないっておっしゃってるんですけど、うん、でじゃなんで選挙のための実費を裏返すんですかっていう嘘、<laughs> おかしいよねでちなみに、あのそんなね、萩生田さんはどういうふうに言っているかというと、デイリー新調によってはね、ね裏金、裏金と言われて心が痛んでおりますと、まるで被害者のようだと。 ちなみに皆さん裏金非公認ですけど2,000万円はもらってるんですよこいつもらってるんですよもらってるけど500万もらってるんですよねなんだけどいやつらいな苦しいな安倍昭恵さんも涙ぐんでた裏金と言われて本当に心が痛んでいるよ 一度は応援に来よと言った大臣たちは党から止められて誰も来ない。そんな状況の中、見るに見かけて八王子まで駆けつけていただいた安部昭恵様の心からの愛情に本当に感謝しますって言え、一応あの、あの高橋さんの応援しに来てくれたんやけど。<laughs> だ大臣じゃない,大ゃない。大臣じゃないから大臣じゃないか。<laughs> とにかく裏金裏金と言われて本当に心が痛んでいますけども自分が巻いた種ですしっかり襟を正してやり直していきたいって反省してるふうを見ながら2000万円ほぼ引き出しに入れとこうっていうか <laughs> 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 いやーだからこれ本当だからでそのとじゃから選挙のためのお金をお表に出せるはずじゃないですか実費だったらうん、うん だけど、その、出せない実費なんですよね。そ,そういろいろあかん実費なんですよ。あかん実費なんですよ。で、例えば、だから、な、何があかんのかって、例えば、あの、選挙運動してくださる人のお金払っちゃいけないじゃないですかう,んうん、うん。選挙運動してくる人にお金出す、出してるんですよね。いや、その、そうなんやろね。まあ、それはしゃあないと思うよ。だって、例えば、だから、その。なんていうの、党を駆けずり回ろうと思ったらさ。うん、選挙区って広いじゃないですか。うん、あと福井とか、うん、新潟とかやったらさ。 そう誰かに声をかけに行くのにさ車に乗って1時間とか行くわ,行くわけでしょ、うん、ガソリン代とかさ、うん、途中お金返ってご飯食べる分とかさそれの全部束でやって誰が行くのよまあもっと言うと私があの大学生時代に選挙のバイトをこうやりましたけど<あ>しっかりお給料をもらいまして、うん、でそしてあーのー冬の滋賀県の北の方の選挙区だったんでうん、うん、寒いわけですよ。 うんうん、でそうするとですねあのドラ田舎なんでねドラム缶に火を焚いてで大きい鍋に豚汁を作ってですねあの公園聞きに来た人とかに前に配ったそれを違反でそれ選挙やんですよガチのせいあなんですよねやるだけにもう何十年以上前の話ですけども自信満々で言ってたんですよその人が うちは豚汁ぐらいしか配らんでっていうふうに言ってたんですよ。<laughs> そう酒出したりとかね。お酒とかなさいうちは豚汁ぐらいやっていうふうに言っててうん、うん、いやダメなんじゃねえのね <laughs> <laughs> 当時はもうんかえなんかおかしいこと言うとはるぐらいの気持ちだったけど、うん、だってだそういう<お>ねだから来てもらう人に豚汁、うん、出すとしたらさ作っ、うん、てる人にはどうですか、うん 作ってる人に何も出さない。材料費はただで買え。先生のために身を粉にして頑張れ。出ないといけないですよ。法律でじゃああのじゃ相手が豚汁を出してるとしましょう。じゃあうちは豚汁プラス厚かんで。多分そのそういう出してくれてる人に一銭も払っちゃいけないですよ。でそういう人がもう当たり前なんですよ。選挙。そうだってそれしないで選挙するってさ、いやダメと思うかお前。 え自腹で行って飲み食いも何もなしでそれで先生の話を聞けてかなんでそんなことせなあかんっ,な,っ <laughs> なりますよね人情としてやっぱり <laughs> まあそれはなるよね、うん、だから誰も来ないわけよいやーでもさっきのねこの毎日新聞が報じたやつ、うん、今あのヤフーコメント欄でトップですねああ、うん、そりゃそうだね で書き込んでる人は多分野党の支持者じゃないと思うよえこれ、10月23日の15時53分時点で、えー、のやつですけど、うん、トップ3がですねこれです、自民党非公認議員に政党助成金2000万円を支給支部の活動費、えー、毎時1015件コメントが増えていて、えー、大谷翔平の55競売分、オーブランの,あの3倍、出ておりますね <laughs> その次はだって裏金、裏金と言われて、心に。 やっっぱぱね相当の痛めが。ああで、えー、コメント欄を見ると、えー、現時点でのコメント欄でね、この見ていると、例えばあのこういうコメントがついていますね。この当初の報道では、自民党の非公認議員は選挙活動費等の経費は一切支給されないとのことでしたが、違に反して給,給,給料に、えー、政党助成金として、えー、2000万円が支給されることに、えー、は いたしますなぜに自民党はコロコロと方針を変えるのか我々国民からの信頼もき信頼性も希薄になってますます自民党にとっては厳しい選挙者になる可能性も否めないと思います」とかこれがあのトップのコメントで、うん、これ共産党の支持者絶対違うよね、うん、でこれにあの共感したっていうこあのボタンが 2>, <laughs> えと2万5000件ついてますでえっ、ー、と第2位の,あのコメントはですね えー、こういう感じですねほんまにおいしい商売だよな議員って火の車でカツカツなら子供孫みたい自立業,業みたいに継がせないよなだから小選挙区とかエントリー代600万とか新参者が入りにくい仕組みにして既得権威化してんだよなそんなダラダラと仕事するから国民のためと何も言えずに献金くれる連中の拝金主義になりこの権益にあやかりたいと組織票ができるわけだよなやはり日本は一度全員落選しゼロから政治を構築すべきだ これはなだから、ね、維新とか日本保守党とか日本保守党とか、うん、<laughs> 令和新選組の支持者だったらこんな名前指し一い出けしないよね、うん、そうね <laughs> まあでもやっぱ怒ってるね怒ってるよ、うん、<laughs> だからそのだこれすごいダブルがんネ問題の大きな特徴だと思うんですよね、うん、普通は自民党の不祥事で切れるのは野党とかのうん ちゃうんだけど、うん、今回ばかりはなぜか自民党の支持者が切れてるまあやっぱ貧しくなったからだと思うよなんでなんでしょう。でも田中かえっとかん時に裏金で切れた話とか聞いたこ方、えー、だって田中角栄の時のロッキード事件で1970年代ですよ安冨さんはいつい最近なの,の持ってましたか <laughs> あの頃はだって原爆がお落ちてまだに30年しか経ってない <laughs> なあの。 もう荒野の焼け野原のようなところから、もうビルがにょきにょき立って、で、オリンピックだ、万博だ、っていうふうに、ぐわーって成長してるときに、なんか、一億円か二億円かもらってたんふーん、キャンは銀座だーみたいな、なるて、それ。で、リクルートコスモスなんて、1989年、バブル絶頂の時ですよ。 まあそうね。でその時にねもうなんかまあでもどんどん金が儲かってたまらんわーっても銀座でこうこう六本木でこうやって万冊振ってねタクシー捕まえたあるだよみたいな。うん、ジュリアが踊り来ぬねっていう時にえ未公開株 <laughs> え,開株え何えもらってたえっ、ー、とね未公未公開かなんかよかったああみたいな。<laughs> 今は違う違う。どうなんですか日誌会とかはどうなんですか。え何日誌会事件とか そもそもあまり知られてなかった。なんで、だからやっぱね、あの今やっぱスーパーいったら米が高い。おぉよ。ガソリン代も高い。<laughs> あんたはね、もうで結局一ドル今、パッって買えないとか、そんな日が来ると思わたかるの ?152 円、1ドル152円。で、ガソリンも高くなるでしょう。っていう時に、いや、これ10億円とかだったらね、まだいいんやけど。うん てかしょぼいいじゃなねっ100万円とか1,000万円5年間で1,000万円だったら年200万円これやっぱカツカツの中でえあいつ年200万円ちょろまかしてたんってなると金額がよくないな田中角3億円とかってのはうんって感じですけど余計こうちょっと余計腹立つ余計腹立つじゃないですか余計腹立つ槙原法務大臣 とろまかしてたらから裏側で十四万円。<laughs> <laughs> やっぱムカつくでしょ。<laughs> だって金額が悪い、ね。なんか夫婦仲が冷え切っている時に,に旦那か嫁さんが十四万円実はへそくり作ってましたってったらムカつくじゃないですか。多分 <laughs> そういう感じだと思う。そういう感じだよね、うん。まあなんで。いや、まあ、でもやっぱなんか知らんけどあとそれからさ自分たちがそのの食べていた、うん、その豚汁とか。うん あれが裏金だったっていうのになんかこう、あいや気持ちが悪いとかあるんじゃないですか。いっそ。あれ、裏金やったか。いやいや、あの、そもそも豚汁食ってる人でダメなんですけど。ダメなんやけどさ。あの豚汁は裏金だったのかみたいな。<laughs> 私の体が裏金できてるかもしれないって。うん、気持ちが悪いみたいな。ういそういうの食っと、自民党の先生方が出してる豚汁を食ったことがない人にとったら、ふーんって書いてるんですけど。う 毎年毎年作ってないとあ、あれ違法だったの? <laughs>。あ、それもあるだろうね。え、私は違法なものを捕まされていたのかいっつって。うんうんうん,うんうんうん。うん、まあ、というわけで、えー、この赤旗の。報道。うん、さすが、赤旗、もう赤旗と週刊文春だけでいいよ、<laughs> もう他の新聞いらないからもう。えー、というわけでですね、<laughs> あの、本日ちょっと赤旗に敬意を表して。うん、ちょっと赤い服を着て。 で赤なんで赤旗があの共産主義なのかっていうともともとそういうのじゃなくってなんかそれに反抗して革命の時に赤い旗とかも使われるようになってで徐々にそれがなんかあのロシア革命だったり中国共産党だったりっていうのが使うようになって赤色がこう使われるようになったんですけどまああのー、ちょっとね 赤色っていうわけではないんですけど赤色と青色と白色で星マークのついている北朝鮮という国がありましてあそこがですねロシア、ウクライナに1500人特殊部隊を送り込んでいるというニュースを私、昨日見ましてでイスラエルは発狂してなんかあの国連の軍隊にまで発砲を繰り返すようになり。かんな,なんかあのビルを <laughs> アパートをししてましたけど、はい、もう、えー、というわけで、あのー、結構世界やばい状況になっていますので、ちょっと早くね、政治は落ち着いて、ちょっと新しいね真面目な政治で、この激動の21世紀を乗り切ってほしいなと思います。うん、<laughs> というわけで、えー、今日も読書ということでですね、えー、安みさん、本日もどうもありがとうございました。で、私ですね、あの本日、赤い服を着ました。 赤い服を着ましたけども、私が好きなのは赤ではない。よいしょというわけで、赤を脱ぎましょう。しょ赤脱いで、えー、赤脱いで、よいしょ。ちょっと、黒。でしょ、黒を着て、私が好きなのは黒地ですのあの。なので、あー、あのー、黒字ね赤字,は嫌い赤字は嫌い。黒字でございます。 えー、バリバリーねばビジネス大好き人間なんでやっぱこの番組が赤をね尊敬はしていますけども黒字が大好きですので三菱 ufj 銀行 f 商戦4569556にぜひカンパか,か安冨さんの本を買ってですね応援していただけると嬉しい,いす、うん、わけばいいと思いますよはい生きるための日本史とか買っていただけるとね嬉しいなと思いますいやおもだくしゃじゃあね